本日は藤沢にやってまいりました。予報では13度だけど寒い。どっかにおしるこ売ってないかな。駅の自販にはないもんね。ん？何？出口ではありません。早速迷った。はいはい、読めない。何？小田急線乗り場？これかな。ありました。外に出れますよ。こちらは東口かな、南口かな。お、トマトのかき揚げはないんだな、ここには。おー、わらび餅。江ノ電は右ね。はい。わあ、みかんがあんなに色が違うんだ。これは何かな。観光案内。へー、とりあえず外の様子を眺めてから、現在ここでバスターミナル。おー、結構広い駅だね。こりゃバスで移動はきついな。江ノ電乗り場をとりあえずチェック。ありましたよ。なんだかおしゃれめなカフェがあって、あっちの方面ね。なんだか美味しそうなものの写真に早速惹かれておるよ。パスタと、お、シラス発見。3階ね。で、ここがクレープ屋さんかな。ホットジェラート？シラス味？どういうこと？メダルね。これ作ったことないよ、私。面白いのかな。ガチャもなんだか楽しそうだね。江ノ電の電車賃はこんな感じね。1日券買おうかな、どうしようかな、考え中。おっと、マニアにはたまらなそうなグッズがございますね。ポテトチョコ、バナナジュースが人気なのかな。で、7階がレストラン。で、こちらのお土産屋さんをちょっと覗いて、しらすせんべい、タコチップ一口大のもございます。で、栗のまんじゅうに、はモンブラン。この辺はうどんのタレかな。で、女子が好きそうなスイーツと、お、くまちゃんマドレーヌ、いいね。で、湘南モンブラン。やっぱりモンブランってことは栗がなんか名産。海苔羊羹って。お、富士キュン、かわいいね。やったー。え、カワウソ、なんで。やたらパンフレットがいっぱいございますよ。どれもらっていいかわかんねー。で、この辺が日本語かと思ったら違った。江ノ水のショースケジュールがここでわかんだね。とりあえず江ノ島か鎌倉だもんね。これもらってこ。はい。あ、ぐるみっこってもらって食べたことあるね。美味しかったよ。おー、チョコスプレッドってなんて罪な。しらす味噌、どんな。しらすのり。うわ、お寺のカレー気になる。赤もくってなんだろう。の
りおりくん、得点あんだね。やったー。お、塩があるよ。塩切れてんだよな。買っていこうかな。なんだか宝探し的な地図に惹かれてこちらに来てしまいました。はい、北口の出口はこんな感じでございます。餃子の王将か。芝生がいい感じね。デッキも日当たりが良さそうでいいね。広々としておりますな、藤沢駅で。一番奥はこんな感じでございました。歩いてみよう柳通りと書かれていたので、私は今歩いておりますよ。はい、カフェと藤沢の妖精さんかな。特売日、お、魚屋さんかな。いい感じだね。おや、小豆発見。買ってか。藤安食堂、おいいね。ここでランチ食べよっか。草団子、おっと桜餅。たこ焼き、どういうこと。おー、団子の種類も豊富に揃ってて素晴らしすぎる。ラーメンね、今日寒いもんね。ラーメンいいよな。そろそろ折り返しといて、はい、イートインはできないけど、なんだか美味しそうなお弁当屋さんだな。おっと、私の大好きなカレーうどん屋さんだな。やったー。思わず入ってしまったよ。はい、おすすめはチーズエビカレーだって。はい、カレーうどんですよね。はい、うどんと、はい、あとミニ丼。はい、ミニ丼はしらすはあります。はい、あります。すべてあのおどんぶりでご用意できます。じゃあそれしらす明太で、はい、はい、セットカレーにしらすですね。はい、エプロンのお漬物でした。エプロン、はい、セットカレーにしらすです。はい、エプロンです。はい、ありがとうございます。はや、ちなみにトッピングがこんな感じ。和風カレーってどういうこと。まさかのカレーうどん屋さんでしらす食べれると思わなかったからラッキー。はい、よだれかけを準備して、準備万端 OK です。ではいただきます。まずカレーで味がわからなくなる前にしらす丼を一口。海苔が敷いてあるのでちょっと食べづらい。では念願のさぬきうどんカレーうどん、いただきます。コシがあって美味しいんだけど、カレーうどんには普通のうどんの方が合うかな。この汁が白いのが気になったんだけど、どうやらこのカレーうどん屋さんのカレーはミルクカレーらしいね。ちょっとお行儀が悪いかもしれないけど、スプーンでいただきます。うん、食べやすくなった。この明太かなり辛いので、辛いのが苦手な人は乗せない方がいいかな。最後に一口と思ったら具材発見。ごちそうさまでした。ありがとうよ、よだれかけ。おかげで無事に食べられたぜ。お水もちゃんと飲み干して。君には解読できるかい、この文字。970円でございました。はい、いやー、しかし頭あったかと思いきや寒い。
なんだあの店、君は食パンなんて食べない、なんだと、食べればわかるラスク屋さんってこと、食パン、そういうことか、エクスタシーってネーミング、お、自販機発見、おしるこないよね、マックではおしるこ売ってないしな、こちらはどうだ、やっぱない、平和宣言、私の世界の平和はおしるこがあれば保たれるよ、おっとこれはなんだか全然わかんない、しかも売り切れてるし、私も早く売り切れたいわ、さてとそろそろ目的地に向かおうかね、なんかすげえ階段だな、しかも降りたらまたさらにすごい木彫りの熊みたいな水晶板、なんだろうな、藤沢ってアクセサリーの街なのかい、おやもうツツジまで咲きそうになってる、こんな寒いのにな、お、ローソン発見、最後の悪あがき、ここにおしるこ売ってないかな、ホットドリンクのコーナーにはやっぱりないよね、しょうがない、ゆであずきレンジで温めてもらおうか、カップしるこもないしね、残念おや、あそこだけ桜が満開だ、ということだ、うちの方は全然まだ咲いてないよ、藤沢の方のがあったかいのかな、やったー、いやー、まさかここで満開の桜を一足お先に味わうことができるなんて思ってもみなかったよ、ラッキーでございました。はい。てなわけで、次回、初レジンアクセサリー作りに挑戦編をお届けいたします。